東海大学では学生の有志グループがおととしから猫の島として知られる上山草市の湯島で猫と島民の生活の質向上を目指して活動していますきょうは湯島の猫を撮影することで AI で個体識別するシステムの開発とデータベースの構築に関する研究が紹介されました今後、猫の健康状態の把握や捨て猫の早期発見への活用が期待されています なお東海大学では11月に全国猫の島サミットが開催される予定です。